第1問、夏色、はい、祭り様の誕生日はいつでしょうか。え、 A 6月1日 B 7月16日 C 7月22日 D 8月11日、ね、まあ簡単ですよね。ちょっと待って、あ、これ、え、ちょっと待って、あの、いや、違うなのだよ。言い訳タイム。まつりた先輩の、はい、え、ちょっと待って、誕生日、プレゼントあげた日は覚えてるのだよ。おー、はいはい。あげた日が、あの、3D 配信をした7月22日なのだよ。はい、でも、うん、これは、あくまでも、うん、あくまでも、プレゼント渡して、3D 配信をした日であって、誕生日は、そうだよね。うん。誕生日は、B の7月16じゃ、うん、ちょっと、まあまあ、気持ちはわかります。わかるわかる。うん、しております。営業ではないなら、営業ではないな。ちょっと待って、あの、松井先輩に祝いすぎて、なんかいろんな日が被っている。これは、ちょっと、マテータ先輩に聞くのは怖いのに。あ、聞かないのかい聞かないのかい、そこ。うん、これはマテータ先輩に泣かれてしまう。ちょっと、マテータ先輩に聞かないで、はいはい、リスナーさんに聞きます。リスナーに聞きます。おぉ、はい。かしこまりました。はい。はーい。マテータ先輩のこと好きなのだよ。記念日が多いからしょうがないですよね。そうだね。そうなのだ、ね、もう毎日のように何十万人記念とか突待ちとかなんか配信してるとなんかもう分かる、毎回ね、祝ってるからね、うん、はい。松井先輩からチャット来た。ディスコードにチャット来た。ディスコードにチャット来た。ガチなやつじゃないですか。ガチチャットや。解散っていう2文字が、ヘルプコールする前に解散っていう2文字が送られてきたのだ。やべえ。確かにね、もっと解散なのだ。松井先輩先輩のこと本当にね、本当に大好きなのだよ。これ嘘じゃなあな、うん、定点営業とかそんなわけが、はい、なんなのよ。一番高かったのは C の、うん、7月22日が 77% ですが、B の7月16日も 11.7% 今ありますね。面白いですね。え、C なのなね、チョコ先生のこと好きですか？チョコのこと好き？うん。愛してます？うん。あ、愛してるって。うん、じゃあ、うん、チョコはリスナーを信じた方がいいと思うよ。うん、はい、C です。はい、じゃあ、ファイナルアンサーでしょうか。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。正解でーす！やばい、やばい。放送の配信の。ね、よいしょ。祭り様お疲れ様です。あ、はじめまして。なんではじめましてじゃないんだよ。よくなくなってますね。テンションの持ち方。ルーナさん、いや、よかった。よかった。いい。なんか頑張ってましたね、すごく。なんでさん付け？頑張ってたなって、見てましたよ。なんでさん付けとかなのなんて、そんな、いつも通りルーナでいいのよ。いや。あのね、まだ、あの、初めてのコラボもまだなので、またね、なんか、あの、コラボする機会とかがあれば、お断りするやつだって。え、来月1週間、あの、フェスティバルな1週間や。いや。それちょっと、やっぱもうちょっとね、かって。一週間フェスティバル、前の教科書会やる。ルーナさんもね、あの、誕生日でしたっけ？いや、ちょっと、あの、でしたっけ？ちょっと、いつか覚えてないんですけど、確か、ね、また誕生日の時ね。はい、10月10日。あたりかな。覚えてる、うん、ちゃんと覚えてる。まあ、祭りは覚えてるんですけどね。いや、ま、ルーナは覚えてるのは4月22日でね。でね一緒にね、スニーに配信してね。プレゼントも、私たちも覚えてるのだよ、ルーナ。ルーナ、覚えてるのだよ。え、ルーナ祭りの誕生日いつだ？7月22。あー、正解。また1ヶ月後に聞いてみます。ルーナ、あ、じゃあ、それはあれです。完璧なのは、いや、ルーナもう覚えてる決まってるじゃないか。忘れるわけがないな。なるほどね。